ます。場所はですね、新しいところに行こうと思ってます。そこが水位の関係で渡れるかはわからないんですけど、今回目つけたところに行ってこようと思います。本当はね、岩場に行きたかったんですけど、そこがちょっと上昇禁止ってことで、その近辺のところにね、こう面白そうやってところがあったんで、そこにね上がろうと思います。到着しました。まあ、近くのコンビニなんですけど、先にご飯食べます。チーズとベーコンのカルボナーラ。てか寝てないから、なんかすごい疲れと思う。すでに今から釣りなんやけどね、こうやるぞっていう感じじゃなくて、なんかやるかみたいな感じ。やるかみたいな。前日やっぱ寝れんね。結構寝れるときは寝れるんやけど、仕事終わって4時間ぐらい寝れる時間が取れるんだけど、なんかいろんなこと、釣りのこと考えてたら、やっぱ目がバキバキになって、ね、寝れないっていうね。多いパターン今日。もう電気ついてんじゃん、早くね。さあ、到着です。ちょうど3時ですね。それではちょっと戦闘服に着替えて頑張っていきたいと思います。よし、寒い。おはようございます。さあ、でかっ、でかっ、あの魚拓。広瀬灯台108センチ、 9.8キロ。おはようございます。なんかめちゃでかいの釣れとっすね。あれカゴですか？もう10キロでしょうね、血抜いてなかったら。あっ、人間だけ先上がります。上に上げとったらいい。すごいね、バカすごい。はい、じゃあね、やっていきます。ちょっとまだ暗いんで、ミノをちょっと、これはね、シャーラインシャイナーのランカーハンターってやつかな、のフローティング150ミリ、これちょっと泳がせてみます。ちょっとさらしすごいから、スズキかなんか出るかもしれない。明るくなったらトップ投げます。よし、じゃあやっていきます。なんか食ったね。お店か？ひらごやね、ひらご。ただね、あれじゃないよな。いや、一本。
バレるかもしれんな。ああ。うん、きついよこれ。バレるかも。いや、まあまあやない?バレずに取れた。1本目。1本目決めました。えい。これで持ってくれた。うわ、皮一枚。うお、今出たねー。出たけど乗らないから結構手前に出てるな。出た。あ、外れた。外れた。でかいボイル。はい、当たりがなくなりました。朝だけやったのかな。今9時。着いたんやけどな、今今追ってきた。ちょっとちっちゃくするルアーを。出た。乗らんやったね、今出たね。